ロシア治安機関、ウクライナ側による戦略爆撃機、ハイジャック計画阻止と発表。ロシアの治安組織 FSB は、ウクライナによるロシアの戦略爆撃機をハイジャックする計画を阻止したと発表しました。ロシアの FSB 連邦保安局は8日、ウクライナの情報機関が核兵器も搭載可能なロシア軍の長距離戦略爆撃機ツポレフ 22M3 を奪おうとしていたとし、その計画を阻止したと発表しました。ウクライナ側がロシア軍のパイロットに300万ドル、日本円でおよそ4億8000万円の報酬とイタリア国籍を与えるのとを引き換えに、戦略爆撃機をハイジャックし、ウクライナに着陸させるよう働きかけていたとしています。 FSB は具体的な証拠は示さず、計画には NATO 北大西洋条約機構が関与したと主張しています。去年8月にはロシア軍の兵士が軍用ヘリコプターでウクライナに亡命、その後スペインで射殺されているのが見つかり、ロシア側は裏切り者は犯罪を計画した瞬間からすでに死んでいたとコメントしました。ロシアが早くて1月5日に出国禁止令、2度目の徴兵への布石か、年始も続くウクライナへの大規模攻撃。ロシアで早ければ1月5日に55歳以下の男性が出国禁止となる。ウクライナのレズニコフ国防相が12月30日のビデオメッセージで伝えたものだ。キエフインディペンデントが報じた。これは事実上の戒厳令で、2度目の徴兵令につながるものだと言われる。ウクライナ国防省はロシア語で、私はあなた方にまだ選択の余地があるのはあと1週間ほどだという事実を知っていますと語った。ロシア人に向けて切迫した動員を警告する意図があったのだろう。これに先立つ12月30日、ウクライナの情報局長ブダノフ氏は BBC とのインタビューで、ロシアは兵員不足のため1月5日から新たな動員を計画していると述べていたという。モスクワやサンクトペテルブルクからも動員か、スケジュールとしては理屈に合っているように見える。ロシアのクリスマス12月25日は欧州の旧暦で祝うので、新暦だと1月7日になる。つまり今ロシアは1年で最も伝統的に大事なお祝いを迎える直前の状況である。日本のお正月と同じで、クリスマスは伝統的に家族と過ごすものだ。クリスマスの数日前に徴兵を予期させておいて、家族と共にお祝いを過ごして休暇を取った後、徴兵令状が届いてお別れ。嫌な推測だが、おそらく正しい情報ではないかと思える。ただ、男性の出国禁止令が出てから、2度目の召集がどのくらい後になるのかはまだ不明である。BBC でブダノフ氏が述べたはずの1月5日から新たな動員を計画しているのところは削除されたのだとしたら、理由があるのだろうか。ウクライナ国防省は、この新たな徴兵はロシアの大都市の住民に関係するものであると指摘した。最初の9月21日の動員では、モスクワやサンクトペテルブルグといった大都市からはほとんど招集されなかった。主に地方の少数民族が不当に徴兵された。その上、前回はプーチン大統領は35歳までの軍経験者または軍関係の経歴を持つ者だけを徴兵すると述べた。部分動員で特定の予備役だけを招集することを意味していた。そして30万人近い新兵をロシア軍に引き入れることを目指した。しかし現実には、最初の動員の発表の後、軍隊経験のない年配の男性や学生、障害者にも徴兵通知が届くようになった。70万人以上がロシアから脱出し、混乱が生じたのは記憶に新しい。今回はどうだろう。ウクライナ国防省は、出国禁止令が出るのは55歳以下で、大都市からも招集されると言っている。また、ロシアの国境だけではなく、ベラルーシの国境も閉鎖されるという。ロシア人から戦争反対の声が上がってほしいが、実際はどうだろう。
よほど失業率が上がるとか、生活に困窮するほどインフレになるとか、戦死者数があまりにも多くなるとかでない限り、ほとんどのロシア人は国家の命令に従うのではないか。徴兵令状が届いたらウクライナに戦争に行くだろう。内心どんなに疑問を感じていても、おそらくほとんどのロシア人は自国の独裁的権力は西側では非難合合でありえないような兵士を使い捨てるかのような戦い方を強いることを知らないのだろう。知っていても民主主義、人権を知らず、戦争だからとそれが当たり前だと思っているのではないか。美徳になりうるはずの我慢強い国民性が今日と出てしまうに違いない。年末から続くロシア軍の大規模な攻撃、年末からウクライナへの大規模な攻撃は続いている。首都キーウをはじめ7つの地域が攻撃対象となった。年が変わる夜にはロシアの空爆により4人が死亡、50人が負傷したことがウクライナ当局の発表で明らかになった。西部の町フメリニツキーでは22歳の女性を含む3人が死亡したとされる。キーウにいる AFP の記者は、大晦日の午後早くから十数回の爆発を聞き、新年が明けて数分後にはさらに数回の爆発を聞いた。首都の中心部ではミサイルがホテルの前を切り裂いたという。同じく1月1日未明、ロシアの占領軍は秋にウクライナ軍に奪還されて以来、定期的に砲撃を続けているヘルソンに複数のロケットランチャーで16回発射、特に小児病院も攻撃されたという。簡単にはロシアはウクライナに35回の空爆を行った。使われたのはシャヘド136ドローンなど。ウクライナ軍本部はロシアが発射した装置は全て破壊されたと発表した。厳戒態勢にあるキーウで2日の未明に空爆が行われたと地方軍政局がテレグラムで発表した。避難所にいてくださいとキーウ市の軍事行政の責任者であるセルゲイ・ポプコ氏は言った。クリチコ・キーウ市長は市内のある地区で爆発があったと報告し、すべての救急隊が向かっていると発信した。ルモンドが伝えた。ロシアのミサイルが足りない。ウクライナ軍の情報局長であるキリロ・ブダノフ首席情報局長は、ロシアはウクライナを大規模に攻撃するためのミサイルを2回分しか持っていないと SNS で述べた。そして1回の大規模ミサイル攻撃のためには1ヶ月半から2ヶ月の準備期間が必要だという。さらに3月中旬にはモスクワの軍備は危機的状況に陥るだろうとも市は述べている。ベラルーシの産業界は枯渇のために不足している機器を供給することはできない。さらにロシア連邦の産業はソビエト連邦の産業に匹敵するものではないとも主張している。同じことを英国国防省も12月24日に、ロシアは大規模な攻撃作戦に必要な弾薬を十分に持っていないと述べている。ウクライナの長い前線に沿って防衛作戦を維持するには、ロシア軍が毎日相当数の砲弾とロケット弾を消費する必要があるという。アメリカのシンクタンク戦争研究所 ISW は1月1日、ロシア軍がバフムート地域で作戦をハイペースで維持することは、近い将来弾薬の制約により部分的に妨げられる可能性が高いと評価している。しかし、西側、正確に言えば A、米、特に A の国家の軍情報だけを鵜呑みにするのはどうだろうかという不安と疑いが筆者には常にあるのだが、EU 加盟国の国家機関から必要最低限以上の情報が出てこないように見えるのが不安の原因だ。何か EU 内で合意があるのだろうか。バフムートで消耗しきる兵士たち。ロシア軍は現在戦闘が集中しているウクライナ東部のドネツク州での攻勢を継続すると発表していた。ウクライナ軍のあるスタッフは1月1日の夜、敵はバフムートで攻撃を試み続けていると述べたという。バフムートはロシア軍が半年以上にわたって奪取しようとしているドネツク地域の都市だ。
ロシアにとってこの都市を占領することは、ウクライナの供給ラインを寸断し、クラマトルスクやスロビアンスクなど東部の他のウクライナの拠点へ進撃の道を開くことになると BBC は伝える。